はい、それではリスナーさんと一緒に生徒会場で録画開始。私は戻ってきた。強く。ダブリュー取りですって舐められてますよ。いや、いいも使った。もう息どき息どき息どきすぎて草息どき TV やん、こんなん。はい、どうも、息どき TV でーす。相手の弱点をつくの。今日は息どきなんで、行ってみたいと思いまーす。私は怖い。逆にワード壊すのはロクにあげると喜ぶで。それは思った、俺も。帰れなくて、あなたが倒されました。緑の木々がこんなに懐かしいなんて。ホストレーンのタワーが攻撃されています。わお、敵を倒しました。ダブリュー、あるビートウルト来るな。トップレーンのタワーが攻撃されています。ボイドの掟その1、竜巻一家わらわら。これ何 TV だったね今。何ディオラ、いいも怖。世界は変わりゆく。どう変わるかは私たち次第。ヌヌヌヌがすごいわ。押せないな。どんなにいるのこれ。あ、うざすぎ。いやもう殺せ、キモすぎだろ。全員殺せ。クジャク、これはマックハック疑惑。意味わからんだろこれ。全員殺せ、さすがに終わってるだろこれ。移動中です。私は戻ってきた。強
強くなって。鈴木匠、来すぎだろ。うん、やるわよ。緑の木々は竜巻一家、相手の歯茎柴田理恵で草。ネムネムカット、普通にキモすぎるだけだとは思うよ。わらわら、キモすぎだろお前。でミッドレーンのタワーが攻撃されています。私が怖い。相手の弱点、味方が倒されました。受けてあげるのやばい。敵を倒しました。受けてもあげます。ナイスダリアス。ダリアスいいね、ゴリラだね君。もう何枚くんねん TV やんこれ。はいどうも皆さんこんばんは、何枚くんねん TV です。もうキモいって、キモいよハムソル、敵のミッドキリだから仕方ない。そうだね。私はこの肌と共に生き、そして狩りに。敵を倒しました。敵を倒しました。シャットダウン。アタック。敵を倒しました。何こいつ。入れ。敵のタワーを破壊しました。狩りには最高の姫。むしゃくしゃする試合やなこれ。戦うか逃げるか、私はもう逃げない。鈴木匠、舐め取りますね相手。移動中です。私が怖い。はい、これ。クジャク、すごいのにもやもや、笑。大丈夫。やばい、瀬戸がやばい、ナイス。T も来てそう。T も来てそうじゃね。あ、やべえ、なんか踏んじゃった。最悪。踏むんだな。見えとるなぁ。私はもう逃げない。取られちゃった。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。いっか、これ守るのめんどくせえし。私の思い通りに勝って。トップレーンのタワーが攻撃されています。遠藤武、今日その出奇跡の15連勝できました。すごいじゃん。会社のアルチェケイトのトラップ踏むにゃ。あれね、移動だからね、ただの実は。味方が倒されました。シャットダウン。雪村、僕は昨日5連敗してエメラルドに落ちました。タワーが破壊されました。
移動中です。なんか大丈夫そう。美しい世界を私は守ってみせる。敵を倒しました。テレフォン。エンゲージ。ドラゴンを攻撃。相手の弱点を作る。私に生き延びることを教えてくれ。今度は味方チームドラゴンを倒しました。いてー、いいもの。キノコ痛い。帰れなかった者たちの。お、まずいか。多く痛えな。私は戻ってきた。強くなってる。チャーミングチャーハン、瀬戸サポアーモブ強いけどな。移動圏で危険。バロンから退却。危ないな、バロン。俺ちょっと入れんな、さすがに。強いけどな、マジで。アニサス入れない。敵のキリングスプリー。シャットダウン。W 使ったの良くなかったな。ここで運命が決まる。私の指示に従って。さつまき、いっか、俺タンクやるとき、とりあえずアーモブ積んで次のビルド考えるわ。いいよ、無駄よ。私は戻ってきた。強く。変なぁ、削られすぎて痛えな。なんか HP が全然ねえ。インヒビタータワーが攻撃されています。このチャンピオンを攻撃。キョン、うぜえ。私は回避覚えておくのね。走り抜ける人ないのか。
うわ、いいダメージ出るね。なにこれ、無理やり取る系？無理やり取って逃げるか。お、待って、めっちゃいい入りしてる。あー、バリアでんかった、ごめん。バリアでんかった。敵を倒しました。味方が倒されました。味方が倒されました。アンストッパブル倒されました。マジ戦いにくいな。シャットダウン。味方チームがドラゴンを倒しました。うわ、それでか。うわ、削れるね。えっつけー。もうぜ。いや、ティーもうぜ。ダリウス強すぎない？ダリウス強っ。なんかウェーブやべえなこれ。ウェーブやばい。え、やばい。待って、バロン取れるけどエルダー取られる。やってないの？敵のタワーを破壊しました。ナイス。オッケー、ナイス。クジャ君ナイスルート。ナイス。いや頑張った、強い。いや瀬戸よかったね。ナイス。いやーマジ削られすぎたなー。なんかでもどうしたらよかったんだろうな、この試合。難かったな結構。結構難かったなー。鈴木拓実、組み合っちゃさねぶまい。いやいや、ナイスやで。エンゲージよかった。いや、全然合わせない、超文字さ、削られすぎてさ。いい元、カルマとエズ、あれに。鈴木拓実、いい思い出になりました。全然うまくいかんかった。でも瀬戸ナイスやったよ、エンゲージ。なんか、結構理論値だった気がする。
ナイスチーム。いやーなんかやっぱこのビルド2コアまでめっちゃ弱かったな、3コアまでめっちゃ弱かったなやっぱベレー相手じゃないとやっぱバーストの方がいいな。こういう相手の時はやっぱ脅威の方が良かったな。ドープネスタイム、セトナイス。鈴木匠、最後に勝ててよかった鈴木匠、ちまちまなのによくたちまわれてたなって。いやマジちまちましてた俺、ちまちま系だったわ。いやドロドロロ6、初手ドス回好きです。あドス回回数やってみたいね。まあとりあえずいいセットだったね、ありがとう。まあじゃあご視聴ありがとうございました。ちょっとなんかキャリーしたわけじゃないけど、全く俺がなんかスコアだけはいいんで、まあでもこういう時はやっぱバーストないときついなマジで。 2番目 W だったかな、この構成だったら2番目 W 説あったね、ちょっと。まあ鈴木匠、フルアップにしないとかもですね。こういう構成でいろいろ変えるのを意識しましょう。皆さんありがとうございました。